佐渡金山。佐渡金山は、新潟県佐渡市にある金山である。鉱石は主に銀黒と呼ばれる、石英中に、輝き銀行及び自然金の微粒子が脈状に存在するものであった。金山遺跡の内合川鉱山関係遺跡が、佐渡金山遺跡として、国の史跡に指定されている。よく誤解されるが、戦国時代には、佐渡金山と称される金脈は、 未発見であり、戦国大名の上杉謙信が関わった記録はないが、山の反対側では鶴子銀山が採掘されている。小説、武田信玄において、新田次郎は佐渡金山が上杉謙信の財源であったと描写し、記録がないのは秘密にしたからであるとしているが、戦国時代の佐渡は本橋の両国であり上杉氏は領有うておらず、その意味からも上杉謙信が、 佐渡金山を保有していたということはあり得ない。ただ、今若物語集の巻十六、第十五話に、能登の国の鉄を掘る者、佐渡の国に生きて金を掘る子という段があり、伝聞の収録という形ながら、佐渡で金が取れるという点に研究されている。今若物語集の成立年代と推定される十一世紀後半には、少なくとも、砂金等の形佐渡で金が算出することは知られていた。 ようである。天正十七年、1五百八十九年に、上杉謙信の後を継いだ、上杉加月勝により本間氏が滅ぼされ、佐渡は、上杉領となる。慶長六年、1六百一年、徳川家康の所領となる。同年、北山、金北山で、金脈が発見されて以来、江戸時代を通して、江戸幕府の重要な財源となった。 江戸時代初期すなわち慶長から官営年間にかけての最盛期には金が1年間に4 0 0ラム、銀が40トン以上採掘される当時としては世界最大級の金山であり、山銀についても日本有数のものであり、江戸幕府による慶長金銀の材料を供給する重要な鉱山であった。中でも相川鉱山は江戸幕府が直轄地として経営し、 大量の金銀を算出した佐渡鉱山の中心であった。算出し精錬された筋金、筋金、筋金及び、配付金は幕府に上納され、これを金座及び銀座が預かり貨幣に鋳造した。また特に銀は、金となどの輸入代価として中国などに大量に輸出され、佐渡産出の配付金は、瀬田銀とも呼ばれた。鉱山の労働者の給与水準も高く、 周辺の町は大変栄えたという。江戸時代後期には、江戸から約1800人の無宿人、不老者、罪人が強制連行され過酷な労働を強いられたが、これは見せしめの意味合いが強かったと言われる。無宿人は主に水替人足の補充に当てられたが、これは海抜化に行動を伸ばしたため、大量の湧き水で開発がままならなくなっていたという、金山の事情もある。 現在は、金の値段と労働賃金が釣り合わず、採算が取れないため、採掘を中止して、観光施設となっている。行動の総延長は実に約4 0 0キロメートルに及ぶが、そのうち約3 0 0メートルが観光ルートとして公開されてり、採掘風景を再現した人形が70体余り設置されている。国の史跡、佐渡金銀山遺跡に指定されているのは、 道言の割と、道言の割と、総大部漢保、総大言馬部、南沢疎水、大館建工矢倉、間野山月工場、愛の山とう工場などの最高関係の移行、遺跡、佐渡奉行所跡、旧司法主郎、旧五両局佐渡市長庁舎などの経営関係遺跡、また、佐渡鉱山の開発に、幸のあった佐渡奉行、大久保長安の建てた、大安寺である。年、 平成23年には、鶴市銀山跡を追加して、佐渡金銀山遺跡の名称に変更された。スタッフとして、チャールズ・ジェンキンスが勤務していた時期もあった。佐渡市と新潟県は、相川金銀山、西三線佐金山、鶴子銀山、新保木銀山の4つの金銀山を、佐渡金銀山遺跡とし、世界遺産への登録を目指すようになった。県と市は、2007年、 平成19年に文化庁へ、金戸銀の島、佐渡鉱山とその文化マイナスの仮称で、世界遺産暫定リスト入りを提案。2008年、平成20年9月26日の世界文化遺産特別委員会の審査決では、すでに世界遺産登録されている、岩見銀山遺跡との拡大、統合を図るべきとの意見とともに、暫定リスト記載文化遺産と評価された。しかし、 岩見銀山との統合は断念され、2010年、平成22年6月の同意委員会では、金を中心とする佐渡鉱山の遺産群、ザ・サド・コンプレックス・オブ・ヘリテージ・マインズ、プライマリリー・ゴールド・マインズとして、暫定リストへ単独記載していくことが了承された。世界遺産に求められる、顕著な普遍的価値の位置づけを、 江戸時代に鎖国という世界でも得意な状況下において手工業による鉱山開発と貴金属生産を継続。そこで培われた技術や組織体制、管理体系、鉱山集落等の継承が明治の近代化産業革命による機械工業化を円滑かつ短期間で成し遂げた。佐渡は機械化以前と以降をまたいで長期間持続した鉱山で金銀生産技術とそれに適応した。 組織の展開を示す物証が島という限られた範囲内で見ることができる世界的にも、ケウ、東アジアで唯一な遺産であるとする。ただし、世界遺産登録条件にとの条項があり、すでに岩見銀山が世界遺産登録していることから、佐渡金銀山の世界遺産登録実現に向けて影響が出てくる可能性もある。世界遺産構成資産候補としては、 早々に、新湖銀山を除外し、相川金銀山、西三千坂な山、鶴子銀山に加え、吹上海岸石切りバート、国の史跡、片ほとり、六屋浦海岸石切りバート、国の史跡、大間港、1892年完成、土地川第二発電所、国の史跡、1919年完成の4箇所を含む7県とした。2015年、 平成27年により毎年文化審議会に推薦書原案を提出し正式推薦をできたが1に漏れてきたこともあり、海外を含む他の鉱山遺産との差別化を図るべく、佐渡の独自性、主工業を明確に紹介できる、愛川金銀山、西三線坂な山、鶴子銀山の3県に構成資産候補を絞り込むこととなった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。